4レース西日本一条戦2を1着になりました。福井の寺崎浩平選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は、作戦組み立てはいかがでしょうか。そうですね、前中段か後ろ中段からって感じで、まあ、もう先行するっていう作戦だったんですけど、ちょっと道中蓋されてしまったんで、まあ、でもあそこをちょっと引けないなって自分でも思って、はい、粘りました。結局、最終的には山口選手などが金に行って、はい、まあ、7番手になったと思うんですけども、はい、そこはどの辺から仕掛けるとかっていうのは道中どうでしたか。まあ、道中かかりも良かったですし、まあ、みんな足使ってない状態でのあのピッチだったんで、まあ、でも落ち着いて、まあ、行きました。バックから、まあ、バックから仕掛けて、まあ、あのすごい上を遠くを回ったと思うんですけども、はい、足の感覚的には本当に1投目は一番前から先行して、はい、今回まくりだと思うんですけども、はい、どうですか。まあ、なんかやっぱ初日長い距離行ってる分、まあ、道中もすごい楽に感じましたし、まあ、結構余力もあったんですけど、ちょっと4コーナーぐらいでちょっと足の回し方がちょっと力んでしまって、まあ、良くなかったんで、そこはちょっと修正したいかなと思います。最後は南選手とゴール前勝負でしたけども、はい、押し切った感覚はありましたか。いや、あんまり周囲さんの勢いがすごかったんで、ちょっと押し切った感覚がなかったんですけど、もうとりあえずワンツー決まってホッとしているって感じですね。はい、3人、はい、ワンツースリーということで良かったのか、はい、まあ、1着1着ということでこれで逆故障ですね、はい、決まったと思いますけども、これは大きいですか。そうですね、すごい大きいですし、まあ、初日1着で勝ち上がったんで、まあ、今日もしっかり逆故障は、はい、狙っていたんで、まあ、良かったかなと思います。昨日はお休みだったと思うんですけども、はい、なんか自転車を変えてとかケアを中心的にやったとかっていうのはありますでしょうか。そうですね、朝しっかりあのゆっくり周回して、まあ、日中はずっとケアしてたんで、はい、状態はいいかなと思います。では逆故障、その準決勝に向けての意気込みをよろしくお願いします。もう初日同様、まあ、積極的にいったら結果ついてくると思うので、はい、頑張ります。